吉見艦海、吉見空海からウ九から1942年11月29日は、日本海軍の軍人、教育者。最終階級は、海軍中将、海上学園の第二大理事長、校長。現在の新潟県長岡市出身。海軍兵学校に、主席入校し、12期を卒業。同期に、有馬義吉大将、山屋多人大将がいる。 海軍大臣官房人事課料在職中の1897年12月1日、海軍少佐に進級。浅間海工委員として英国出張。帰国後横須賀陳府艦隊参謀、赤市副長、佐世保陳府参謀、四季島副長を歴任し、海兵協等県幹事長在職中の1905年8月5日、海軍大佐へ進級。秋津島艦長、 海軍大学校選科学生、須王艦長、旅順工作部長、佐世保海軍交渉造兵部長と進み、1911年12月1日海軍、少将、呉海軍交渉水雷部長、造兵省長を歴任。1915年12月1日、海軍中上昇進と同時に、予備役編入となる。その後は、海上学園の経営にあたる。 同学園の創立者である小垣三郎は当初同じ佐賀藩出身で、娘向子の江頭康太郎を後継者と決めていたが、江頭は軍務局長在任中47歳で病没。そこで江頭の同期生である吉見に後を託すこととなった。吉見は理事長、校長として1942年に亡くなるまで在任した。父、吉見うんは越後長岡藩囲で、 母親戦争に従軍戦死した。自陣を図った、白虎大使、飯沼定吉を治療している。長男、吉見真一は、海軍少将となり、太平洋戦争後に医師となった。海軍兵学校物語、ハンモックナンバー、漢方大戦1号、大正4年12月2日。漢方、第2276号、助人及び、事例1891年2月3日。 漢方第2617号、除人及び、事例1892年3月24日。漢方第5230号、除人及び、事例1900年12月6日。漢方第1190号、除人及び、事例1916年7月19日。ありがとうございます。